こんばんばはめっちゃ充電の減りが、あのー、遅なった iPhone15 にしてめっちゃ嬉しい。 明日でお話しといえば最後なんですよね明日はちょっと早めに行って外で写真撮ってきます明日はでもありがたいことに何分たらやっけ早めの集合時間が早かった日曜日やったら でも8時ぐらいにしたいな8時から,いいら1時間ぐらいして明日も明日は今日家帰って元へ南原の振りをちゃんと復習して合わせたところとかちゃんと見て今日で南原はクリアにしたくて明日は渚さんの卒業公演の練習をします。 レッスンは水曜日の前日にあるからそれまでに完璧にしとたないといけなくて月曜日はなんばらえたら明日に頑張る。 なんバ,バラで一番ややこしいのは小池です小池はやばいなんかんかどの映像を見ても誰とが向き間違ってるとて,て何が合ってると慌てらんくなってきてちょっとあ、なんかゲジタルトフォー包帯みたいなの起きます <laughs> けどあれめっちゃなんとむずいですよなんと瞬時に判断しないとダメじゃないですか このサビの手と足の向きなんですけどやっぱね一回間違えたらそんなんか昨日めっちゃ渚さんの卒業公演出れんのめっちゃ嬉しい。 ほんまにうれしい同じチームになれて歌った最後にやたらちょっと大変でも全然頑張れる渚さんを指名なんですよ大好きですやたら明日の配信もどうなるかわかんないんですけど 朝とりあえず一時間してって感じですお話とへの合間にちょくちょくやろうとななんか10分ごとぐらいに合間にやっていってえやばいあみたんがサトパンに自宅でプレゼント作ってたけど失敗してショットって言ってたやばい そんな初めて聞いたけど「さっき連絡来てた」みたんたら「おーっ」と思ったら <laughs> なんか「好きなお年とか嫌いなお年とかってありました?」ってあの連絡来てて「何この可愛いラインと思って「かたポテトが一番好きだよ」っておった <laughs>「可愛いなんでお年聞いてきたんやろ」プレゼントしてくれんのとなやばい。 いやあみたんは私のことめっちゃ好きだと思いますよこれはあやぴょんより大きくリードしてます <laughs> えやばいクリスマスプレゼントえやばいどうしようそれはみんなにあげるんかそれとも私ととゆうみさんだけにあげるのかが非常に気になるところですこれでみんなにあげへんかったら私はもう大きくリードですえあみたんにプレゼント渡そうとな でもこの前おパンチュウサギのクリアファイルをあげたんですよ。なんともうおパンチュウあげたいなもっと。<laughs> え、スッパムーチュあげよっとな <laughs>。え、スッパムーチューにしよっとな。あみたんスッパムーチューのハトライが夢って書いてたし。<laughs> え、やばいな。え、やばい。<laughs> 私にバレてるけどいいんとな手作りの。 めっちゃ可愛いやんどうしよう手作りのものって何やろ気になるかわいいしんど可愛いすぎて <laughs> どんだけかわいいねやば えー、うわ待ってリサの誕生日明日やばリサにタンプレナに渡そういやグミ借金しまとってるからなちょっとあげないと頭はちゃんとグミ借金っていうのは <laughs> リサはリサはめっちゃよくグミ持ってるんですけどわそれ一つちょうだいって言っときながら自分は全然返せてないっていう <laughs> 借金がたまってて。 多分リサへのグミ借金は多分三30度ぐらいたまってると思います軽く <laughs> そんなんめっちゃも食べるとかになって一粒が積み重なっていってるんでやばいリサはほんま常にグミ持ってる私はおととめグミとかは入ってますけどフルーツのフルーツのグミとかはあんま持ってなくてリサはフルーツグミ系を持ってますタフグミとか いやマジでついに持っててなんかリハタンとかにグミ見たら食べたくなるじゃないですかやったらめっちゃリさに一つ一粒もらったりしててやったらさえっマストマグミ特集やってさちょっと特別ワでちょっとリサと私ゲスト出演したかっためっちゃもう NNB 切ってのグミオタクなんで覚えといてください皆さん <laughs> けど、レイポンめっちゃ可愛いかった。なんとマイティさんとレイポンでなんか動画みたいなの撮り合ってて、めっちゃ可愛いかった。氷グミとか出てましたった見れてないんですけど、なんとマイさんとはそのロキ行った帰りにお土産をチーム A のに持って帰ってくださってて、氷グミみ,みたいな。めっちゃ美味しかった。ちょっとね、ちょっと時間を見ながらやります、うん。ほんまに美味しいんですよ、グミ。 もうそろそろ。終わります。16分。えー、馴染んでよ。よ25分ぐらいに終わるかな？ 亜美ちゃんとね明日ちょっと近いと思う会える時間。会える時間って言うた会えると思うめっちゃあ今日も会った帰り道かわいいなんとえかわいい手作りの何作ってくれてんのやろやばそんなんかわいすぎるやんちょっとなんやろやばい折り紙撮ったととかなめっちゃかわいいな あみたんにもらったおっぱいのち、さきの折り紙を家に飾ってます。もうほんまに可愛い。もう妹やと思ってる。私、勝手にもう妹としてあみたんに接します。<laughs> 知らんかな？って感じなんですけど。 あかわいいアミタン、んほんまになんともう亜美ちんとおらん時でさえかわいい <laughs> なんていうん存在がかわいいですよねほんまに忘れられへんえそう忘れられへんのが昨日も言ったけどライブ出番の前に「ちょっと緊張するんでギューしてください」って言われたのがもう胸キュンすぎて。 可愛すぎてもうどうにとなりそうやった。ほんまに可愛すぎた。もうめっちゃちっちゃいんです。じゃ、私も精ちっちゃいけど。もうフィット感がすごって,て。もうめっちゃ可愛い,い。ほんまに可愛いやんみたもうダメ。<laughs> かわいうん、ほんまに可愛い,い。癒される。 私ね、あのお父さんにおパンチうさぎのラインのスタンプもらってあみたんとおそろなんですあみたんもよくねなんと変身したあとにおパンチうさぎのスタンプを取ってくれるんですけど私もお父さんがプレゼントしてくれて今日初めてあみたんにおパンチうさぎのスタンプを取りました <laughs> かわいい。 あ,あ明日って私六分空きでしたっけ配信しようそしたらできると思います明日は待って今から計算する集合時間から引き算して写真撮りたいから早めに行きたいからえー どうしよう,、えー、8, 時う8時ぐらいからやろうとな8時ぐらいから8時から1時間やりますまずそれだけ決定しときますあとは6分の間にやってあと1時間ぐらいは「えー、待って誰と呼びたい」お話したいゲスト え、誰やろうでも1時間呼ぶのちょっとなんかちょっとあれやんな,なんとはちょっと感動よ何か <laughs> と誰か出てくれそうな人みんな大変だなでもそんなん言ってもみんな実質呼んでるもんな配信あ編集長さんありがとうございますあリサ 誕生日バール読んじゃっていいかな <laughs>。ちょっとちょっと読んで、読ぼったな。リサの空き時間。みんな空き時間あるから、ちょっと、読んでみます <laughs>。考えて。誰がおるか考えて。あ、ロツバきの人じゃないと当たんねや。そうや。そうやった。ロツバきの人じゃないと当たんねや。誰が早く終わるとか終わたらへんやんな。その場太陽で当たんたな <laughs> えーでもりさありやの誕生日やったら全部満帆そう満帆って言うたら完売してるそうやったらでも休憩時間ってあるとはそもそもちょっとあのちょっと待ってもう終わりますねごめんなさいそんなめっちゃちょっとだけだったんですけど13位まー、あ、さんありがとうございます12位 ティユーさんありがとうございます。十一位、カルゾーさん、ありがとうございます。十位、チョトナさん、ありがとうございます。九位、エイトさん、ありがとうございます。八位、キジタさん、ありがとうございます。七位、忍さん、ありがとうございます。六位、ポニョさん、ありがとうございます。五位、ペンペンさん、ありがとうございます。四位、クラちゃんさん、ありがとうございます。三位、キネさん、ありがとうございます。二位、アキラメガネさん、ありがとうございます。一位、トモヒトさん、ありがとうございます。ごめんなさい、急に。明日は八時から九時まで。 一旦すると思います。バイバーイ。